下手とどっち裏両方とも表なんだなはい、というわけで今日も西六郎チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、しろこチャンネルチューリーのグッドニューガールズチャンネルの久しぶりです。ということで本日は皆さんたちブレイブエクスミアスこちらの実況をやっていきたいと思います。いやー、来ましたよ。はい、私がナンバーワン好きなファイナルファンタジーのシリーズ FF6 のねコラボが来てまして、コラボというかね、キャラが追加できておりましてね、フィガロ兄弟ですね、エドガーとマッシュが来ております。すごいね。エドガーは結構なんかすごいいろいろ改めてやっぱ調べて見てたんですけど、やっぱその FF の男性キャラの中でも結構ナンバーワンレベル好き。いやほんとこの話、夜中の2時ぐらいにエドガーを愛する女性が綴ったポエムみたいなサイトが送られてきたんですよ、私に。でそのサイトが送られてきたと同時にチューニーちゃんが一言「やっぱ私エドガー好きだわ」でみたいなねエドガーはなんかその仕事が終わった後に暗い部屋でこう前髪をこうかき上げながら深いため息をついてるみたいな「知らねえよエドガーの幸せはどこにあるの?」みたいな。まあね、それぞれ結構古いシリーズなんで、その今ね B やってる方ってやっぱ知らないとかやったことないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、自分の推しメンが来るとね、まあ、テンション上がるじゃないですか。確かにね。そうなんで私は今回すごい嬉しかったので、ガチャを引いていきたいと思います。はい、でちょっと私我慢できずにもうステップアップ1周はしておりましてできなさすぎですねステップアップを2周目をねちょっと1周回していきたいと思うんですよ。で1周目のね成果なんですけれども、エドガーが2体マッシュが1体出ております。すごくない？結構紙引きじゃない？結構いい引きだね。そうなんですよ。なんでちょっとエドガーを2体と、まあ、マッシュはあと1体から欲しいっていう気持ちでステップ2周を回していきたいと思いますじゃあいきましょう。ステップアップ召喚地味に1周と1回回してた。我慢しきれてないから半端ない全然我慢する気ないじゃんいきましょう。じゃあちょっとあと40連かな。はい、結構出たんですよ私この回。なんか他のもクイーンとか出てた久しぶりに。おお、ユズス。そうなんですよ、10連目。まあいつもの光景をセッツァンさんに出てますね。セリスも出てますね。はい、はい、今回のボーナスキャラですね。はい、これ確定。中身はねそう分かんないけど星5キャラの確定ですね。一応ピックアップしてる、まあ、してるんだよね。してるもう疑わしいそうね。あっ、これ来たよ。ういいいのはからの嬉しいな。疑わしい。シララ皇帝はでも確かにまだいなかったから、はい、あんまり。まあいいでしょう。まあいいでしょう。さあ、それで 20% チケット。20% チケットで1体出たんだよ、そうだ。すごい。そう、エドガーの方出たんだよ。そんなことあるんだ。そう、そんなことあるんだ。やっぱたまには出るんだよ。たまには出るね。まあ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 。オッケー。こっからさ、もうワンチャン欲しいよね。わかる。なんか3周年でさ、ないかなそういうの。なんか、まあいいや。はい、板確定引いていきましょう。はい、これでやっぱエドガーの恋欲しいな。だって最初にあんなことまでやったのにさ、これやっぱコインどっちか欲しいよ。そうだね、そんなこと言ったらマッシュ出てなんかどっちも後みたいに。あっ、これ来たわ。いやでもエドガー2体でもいい。オーケー。ああ、今日は星7になった。すごい、あと1体じゃんエドガー。来ましたね。こっちも行きましょう。いっとこいっとこ。それでマッシュからね。いやだらマッシュリー近かったら。あ、うん。なんかねここね本当虹確定にしてほしいのあるね。本当。どうしようもないじゃん。はい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 。いやいいでしょ。こっから。はい。4×4枚もらう。10%で4枚もらう。いやー頼む。ここで虹が出てきたんですよ私は。はい。過去の私ね。過去の私。ねえ、持って。いやー、というわけで、2周目ステップ2周目はチケットも入れてエドガー1体マッシュ1体ですね。なんでマッシュは星7になりました。そしてエドガーが、スパトラーに近くなりましたね。攻撃力が上がって状態上無効なんだよ。まあまあそんな子いなかったからね。アクセサリーだよ。頭が痛い。頭と財布があと1体でね、あと1体でね、あと1体でね、あと1週、もう1週連ぐらいしとく。これがもう3週のさ、1週目だからね。はい、もうこれ最後はもう上だからね騙されちゃいけない。黒木やもシルエットは似てた。似てたよね、なんか。たまたまに似てたよね。はい、そんな感じで FF6 から来てますので、よければ皆さんもチェックしてみてください。イベントもね、フィガロ城ってことでね、はい、FF6 のね、音楽とかも聴けたりするのでね。というわけで、今日最後までご視聴ありがとうございました。みとちゃんの方のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。DDG チャンネルですね。はい、というわけでラストじゃんけんいきます。せーの、収録からじゃんけん最初にゃんじゃんけんぽい。グーなのでパーの人、パンなのでチョキの人は、あしたいことあるかもよ。少しでも動画楽しんでくださった方はぜひいいね、そして動画のコメントよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバーイ。